ノイミー、ノイミー、ノイミー、ノイミー。We are not a girl, me! スタート!皆様、せーの、あけまして、あけまして、おめでとうございます。イエーイ。ということで、私たち、ナッタイカールミーです。お願いします。本日は第144回の意味の意味をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年はね、2023年うさぎ年ということで、はい、みんなでうさぎになって登場させていただきました。はい、かわいいね。思い出に残る回になるでしょう、きっと。はい、ということで、今回もリモートでお届けしています。皆さん見えてますかね。見えてますか。見えてますか。今日はね、そう、見えてますかって感じで、はい。で、それでは自己紹介をしていきたいと思います。それでは、じゃあキルリちゃんからお願いします。はい、落合キルリです。新年一発目、楽しく配信したいと思います。よろしくお願いします。ななかちゃん。はい、ななはい、ななかこと富田ななかです。2023年はみんなでぴょんこぴょんこ頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、2023年一発目のMC を務めさせていただきます。今年からももぴょんこと桜井ももです。よろしくぴょんぴょん。よろしくぴょん。キュンの癖が、キュンの癖が出ちゃう。キュンのジャックで今日もね、ももぴょんパワー全開でやっていきたいと思います。はい、ナッタイコールミートは指原莉乃さんがプロデュースしているアイドルグループになっております。ということで、はい、始めていきましょう。せーの、ノイミーの意味。ノイミーの意味。はい、ということで、この辺でですね、皆さん画面下にあるツイッターマークをクリックすると、この配信の宣伝をツイッター上に拡散できますので、皆様ぜひぜひご協力お願いします。お願いします。では、ここで拡散スペシャルタイム。この配信を一人でも多くの人に見てもらうために、今からツイッターで告知ツイートしますので、皆さんリツイートよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まあ、やっぱあれよね、それよね、そうよね。よし、やりますか。お願いします。いきます。3、2、1。良いんじゃないでしょうか。どうでしょうか。いけた気がするよ。いけたよね。うん、いけてる、いけてる、いけてるよかな。じゃあ大丈夫ということで、はい。それでは早速こちらの企画に行きたいと思います。題して、ノイミーの日々。日々、日々、日々、日々。言える？私たちノイミーの日々をご報告させていただきたいと思います。はい、そうですね、まあ、最近は年明ける前はね、まずノイミー特別公演2022をやらせていただきました。はい、ね、うん、ね、どうですかね。配信もあったんですけど、あ、そう、配信のアーカイブがさっき始まったのかな。今日から、今日から、今日の、そう、今日から始まってるので、もう皆さんぜひぜひまだ見てないよって方はね、はい、感じなんですけど、はい、すごい楽しかったよね。めっちゃ楽しかった。ね、インロイプがあったんだよね。そう、なんか演出が結構、なんだろう、いつもよりさ、なんていうの、うん、アットホームな演出なんていうの、うん、だから、うん、みんなでさ、こうしよう、あしようみたいな、こう、そういう感じでさ、どんどん演出してもらって、うんうん、はい、はい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 、ちょっと新しい新鮮な感じの、うん、届けの仕方だったりとか、はい、
楽しかったよね。楽しかった。ね、あとうん、あ、それぞれのね。うん。あんなことやこんなこと。そうだ、はい、ななかちゃんのあそこすごかったよ。いや、あそこめっちゃ好きよ。あの配信の方の映像もね見せてもらったのよ。私も見たよ。え、もう超かっこよかった。よかった、やばかったよ。やばかった。ゾーンに入ってた。どうしよう。ゾーンゾーンに入ってた。ワールドワールドゾーンに入ってた。うん、あれはあれ、こんなあんなことやこんなことが見れる、ね、あれも二人もよかったじゃない。あらあら、とこと、あと、ありがとうございます。あれでも言い出したらもうね、ポンポンポンってもみんな、そうなんですよ。言い切れないほどいい曲がいっぱいあるのでね。まあ、ぜひ現地に来てくださった方も、はい、回でね、ぜひ見返して、見てくれたら嬉しいなという感じでございます。はい。そしてね、そうですね。カウントダウン TV ライブライブ年越しスペシャル2022-2023。出演させていただきました。こちらは年は越したっていう言い方になるよね。年は越してるから。年は越してるね、うん、そうですね。本当に私は去年のカウントダウン TV は、うん、はい、休養中で出れなかったので。そうだね、だから、うん、初めてで、すごい楽しかった、うん、どうだった。楽しかった。うん、なんかすごいお友達とかからも、うん、なんか出るのすごいみたいな感じで、うんうん、なってたから、うんうんうん、ドキドキしながら、うん、って感じでした。なんかもあの地元に、うん、あの帰ってきた後に、お正月だからね、うんうん、帰ってきた後に、いろんな人にやっぱり見たよーって、どっかしたよーって言ってくれたりして、すごいたくさんのとこで見れるんだね。うん、やっぱテレビだって。うん、たくさんのとこで見れるんだねって思って。かった。テレビに出れるって本当に嬉しいことだよね。嬉しい。やっぱりキラリもさ、地元の子が見てくれてたみたいで、なんかね、今年じゃない。あのカウントダウン TV で初めてカメラに向かってウィンクをしてみたの。おー！あら、初ウィンク？ウィンク始め？ウィンク始めを試みようとやってみたら、友達がしっかりそれを見つけてくれて、そこで一時停止した写真が送られてきて、キラのウィンクいただきましたって可愛いよ友達。連絡が来ました。いいね、嬉しいよね、そういうの。嬉しかったね。え、本当にテレビね、来年も出られるように頑張りたいですね。はい、そうですね。頑張りましょう。ということで、まあ、じゃあ、個人の日々。はい。聞いていきたいと思うんですけど、あります？なんか。いっぱいあったでしょ？お正月を。ありますよ、ありますよ。聞かせて。バレて座ってかったから。一瞬で終わりそう。いいよ。一瞬。なんと。うん。あら？私、ジェルネイルデビューをしました。あら！わからん。ジェルなんだ。それは自分でやってました。うん、何ですか？自分でやったの？自分でやりました。あら、すごいやん。これが果たしてうまくできてるのか、うん、できてないのか、うん、やっぱももとかミルちゃんはさ、うんうん、はい、その辺。そうね、私はめちゃめちゃセルフネイル好きですけど、うんうん、全然綺麗だと思うよ。可愛い色、本当に。いや、めっちゃ好き。な、大人っぽくて。うん。なんて、なんて。髪の形綺麗。あ、本当に。こっていう。でもさ、なんかみんな最近ジェルネイル始めたよね。のいみーちゃん。ね。そうなんだよ。ちょっと始めて、ちょっと気になっちゃって。うん。うん、みんなやってるから。そう。ももとかさ。ネイル始めたは。すごい、あの、年末公演の時さ、そうそう、特別公演の時、すごいめっちゃもう至る所に素敵な飾りがついてて、ね、だからさ、あのエンジンするさ、あのエンジンする時にみんなで、あの、はい、見せようのよ。そう、手を合わせるじゃないですか、エンジンする時って。でもなんかみんな自分の爪見せたいから上にこうやって
載せてくんですよ。でもね、飾りがついてないミンとしては下にしたいのよ、恥ずかしくて。あとあのさ、いつもあのトップコートしか貼ってなかったから、うん、みんながどんどん可愛いズメになっていくから、一人だけなんか隠して隠してみたいな。なんか私もさ、私自分でさ全部やってんのいつも。なんか自分でやってるから、めっちゃ恥ずいじゃん、なんか自分の可愛いみたいな。え、いいよ。可愛いもんだって。私もちょっと控えめにしてるんだけど。いいよね、ネイルやるとさ気分上がらない、やっぱめっちゃ気分上がる、ね、大好き。今もうすごくいい年になりそう。おー、楽しい、最高じゃん。2020年。お話でした。わー、いいわね。キラリちゃん、お二人の人は、はい、私はお正月の話なんですけど、うん、あの今年もあの、うん、実家に帰省していまして、で毎年恒例、うん、落合家の恒例行事、そば、うん、を今年も食べに行ってきました。おお。そして、まあ、ツイッターにはお写真を載せたんですけど、うん、そばと言っても普通に食べるだけじゃなくて、うん、一生そばを家族全員で食べてきました。うん、すごいね。一生っていうのは、うん、そのメニュー表には4から5人前って書いてあるんだけど、うん、結構、まあ、まあ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 、うん、多くはあって、うんうんうん、なんだけどね、すっごい美味しいの、そこのそばが。すっごい美味しくって、いいな、でさ、なんか舞茸の天ぷらとかいろいろあんのよ。もうすっごい美味しくって、それが知らない間に、はい、今年は、去年は5合だったんですけど、6合食べました、うん。増えた、ちょっと待って、正直ピンとこないあの単位なんだけど、なんか何グラムとかぐらいらしいです。3人前、はい、キラリ3人分食べたの。3人分食べてた、知らない間に。怖くない？でもなんか、うん、去年よりお腹いっぱいの感覚がなくて、うん、多分2022年の間にほらヒューストンとかいろいろ行かせていただいたじゃない。あの胃袋がでかくなってる。どうした？ヒューストン行ったらさ、絶対みんな胃袋大きくなるよ。大きくなってる、もう絶対ビッグサイズ。うん、胃袋が、あ、物足んなかったもん、いろいろ。そうだよね、ね。あのおかげでこんなバンバーが食べてたからね。そう。大きくなって帰ってまいりました。いやー、ので2020年、いっぱい美味しいものが入るね。ね、いっぱい入る、ね、入るかもしれない。そうだと願って今年も頑張りたいと思います。じゃあ最後、私、はい、ももちゃんは、あの29日に特別公演あったじゃん。うん、はい。で、私は30日をね、もう死ぬほど楽しみにしてたわけですよ。みんなに言ってたよね、はいはいはい、言ってたでしょ、言ってたね。もう本当に死ぬほど楽しみにしててっていうのも、うん、あの私の大好きなハロープロジェクトさんのコンサートを見に行ったんですよ、うん、メンバーの川口夏音ちゃんと。あら、前々から誘って行ってきたんですけど、うん、でもそれは本当に幸せな時間で、もうすごい楽しくて、うん、幸せに年越せるなって感じだったんですね。はいはい、では、いただきました、そこで。おぉ。ほんでね、年明けて、1月、なったからも、ライブに行ってきました。はい、イェーイ。めっちゃ行ってる、まあね、すごい行ってる、ね。なんか、ツーマンライブみたいなことをしてて、それの、私はビヨンズさんと、ジュースジュースさんの、2組のライブをね、見に行って。羨ましい。で、うん、なんかまあグッズとか売ってるじゃん。はいはい。ビヨンズさんのグッズってすごいなんか個性的で。うん。で、その日初めて私買い物したの。2023年。買い始め、うんうんうん。カスタネット買いました。うん、あー、いいな、絶対私初の買い物、カスタネットっていう。ねえ、いいな。そう、キラにもね、そう。高瀬さんとね。はい、なんかお友達みたいな、
そうなんですよ。だから、まあ、いつかね、みんなと一緒にミューズさんのライブ行って、はい、私はちょっとカスタネット持参しようかなって。えっあとでも、ライブ納めとライブ始め、どっちもハロープロジェクトさんのライブで。うん。いいね。で、自分のライブじゃなくて。っていう感じだったんですけど、本当に楽しくて幸せでした。うん、今年も頑張ろうって。すごい幸せホルモンがね、飛び出してた画面から。本当にメンバーに LINE したもん。私はみんなで行こうね、じゃあ。行きたい、連れてって。え、本当にいつでも言って。いつでも。いつでも何者なのよ本当よえということで続いてこちらの企画に行きたいと思います。はい、ナイミーのメモ、はい、メモということで今回のメモは五七五で新年の抱負です。おー、はい、みんな帰ってきた？帰ってきたよ。 OK、 帰ったよ。じゃあどうしようかな。じゃあさっきと同じ順番。オッケー。さあ、七日から。私からだね。うん。の今年の抱負はじゃじゃん。今年はね、攻めていきます。強気でね。おお。その心は。やっぱりあの。攻めの姿勢って大事だなって思っ、うん、まして、うんうん、活動を通して、なるほどね、うんうんうん、いろんなものに対してお仕事にもそうだし、その姿勢がいろんなものを変えてくるのかなって、おー、なんかかっこいい。そうなっていくと強い自分でいれると思うので、うん、ちょっと人にしました。かっこいい。今年は強いなんかちゃんが見れるとより強く思います。いいね、最強や。はい、それじゃあキラリお次お願いします。はい、いきます。今年の、うん、私の抱負です。ブブン、うん、卵パン、フランスパンにカンパーニュ。パンじゃん。ですね、あのちゃんと語呂をパンの種類で合わせたんですけど、うん、あの見ての通りパンだらけということで、うん、今年もパンにあふれた一年を過ごさせていただきたいなという抱負でございます。なになに、毎年じゃん。毎年更新してるのよ、ちゃんと。そっか、なるほどね。そう、だから二人も一緒に。二人はパンになりそうだよね。あ、確かにパンになるかもしれないです、今年は。キラリパンになるかもしれない。あのいっぱい食べたいので、あの二人も一緒にあのパン活してください。行きたい行きたい、行こうね。待ってます。パンも連れてって。連れて行きます。連れて行きますという感じです。私行きますね。はい、じゃ今年こそ、キュンスタグラム始めたい。あら、これはね、あ、二人もね、去年始めたんだよね、キュンスタグラム。ね、始めました。だから私も始めたいなって思って。なんかみんな始めるじゃんって思って。なんか、ね、インスタって、うん、自分の、なんか、マイペースにこうさ、自分のタイミングで作れる。うん。うん、それいいよね。うん、私もやりたいもん、ブーメラン。え、もものさん、うん、キュンスタグラムが始まったらすごいピンクなキュンスタグラムに。確かにね、ピンクしかないからね。うん、あ、どんなあれにするの、どんな投稿をするの。まあ、やっぱ私服とかあんまり載せないから、うんうんうん、服とか、あとなんだろう、よく聞かれるスキンケアとか、あ、おお、発信していけたらいいなって。めっちゃ知りたい。なんだって、ん、あの見たい、その見たい。ありがとう。
絶対知りたい子多いよ。始めれるようにちょっとなんか頑張りますね。楽しみにしてるね。有言実行できるように頑張りたいと思います。みんなもね、抱負言ったところではい、はい、ということでありがとうございました。続きまして、ありがとうございます。こちらのコーナーに行っちゃいたいと思います。はい、題してノイミーの書き初め。書き初め飛んでいきましたね。はい、飛んでいきました。見届けました。はい、さっきメモでね、自分たちの抱負を発表したところで、このコーナーでは、はい、なんと他のメンバーの抱負を想像してそのメンバーになりきって発表してあげたいと思います。はい、難しいコーナーですけども。むずい、むずいね。開けて正しく聞きないなのでね。ということで、これどうする、順番割と大事じゃない？結構大事だわ、これは、ね、じゃんけんで決める？いいよ、もう今日じゃんけん嫌なのよ、キラリちゃん。さっき本番前にね、うん、熱いじゃんけんを繰り広げたんだよね。そうなんですよ、負けちゃったからさ。キラリちゃんなので、今回はこちらでございます。最初はグッ、じゃんけんホー。ねえ、ななかちゃんさ、ちょっと遅かったけど、私弱くなっちゃった。またジョキで負けた。さっきもジョキで負けたのに。よし、じゃあ頂上決戦。はい、最初はグッ、じゃんけんホー。今日強いかも。さっきと一緒、結果。さっきと一緒だ。やだ。ななかちゃん何番目？これはどうしたか？え、もう先に終わらせよう。お、あ、私も先に終わらせたいから。じゃあななか一番。最後じゃん。じゃあななか、よろしくお願いします。見ようかな。うん、はい。ちなみにね、なるきるメンバーは内緒で言っていただきます。はい、内緒ね。うん。なんかかい。だよね、これでいい。うん、考えました。引き染めするらしい。じゃあお願いします。はい、私の2023年の抱負は、特技を増やすことです。いい、結構は多いかもしれないんですけど、誰だけ得だと思うんですよね。誰？なので特技を今年2023年は100個増やします。おお、100個。100個増やしたい子って誰だ？誰だと思う？でもなんか喋り方的に分かっちゃった。マジで？うん。せーので言ってみて。せーの、隊長。なーちゃん。お、素晴らしい。おお、合ってた。このちょっとウィスパーボイスっぽい感じを、うん、喋り方、うんうん、でも100個なんかもう数えきれないぐらいあるって言ってるよね、いつも特技。そう、なっちゃんは特技がめっちゃ多いイメージだから。増やすのめっちゃむずいでしょ。本人は100個あるんだよ、絶対。そうじゃんね。もうすでにあるんだけど、2023年はもう100個作りたいと思います。すごい。おすごい、無敵だ。最高だ。無敵だね。さすが隊長や。そんぐらいの気持ちでいそうだよね。うん、ね、なっちゃんならできそう。あれだね、お次。じゃあ続いて私いきたいと思います。はい、ということでですね、私の2023年の抱負はこちらです。少子完結ということですね。私はすごい、なんだろうな、続けることって大事だと思うんですよ。なので一度決めたことはやり通すっていうのが大事だと思うので、具体的にはことはないんですけど、2023年は
やりきる年にしたいなって思います。ありがとうございます。そちらの方はせーので言ってみますか。オッケーオッケー、せーの、ちーちゃん。正解。すっごい最初さ、最初のあのこの字を見るまではほんちょっと誰か分かんなかったんだけど、この字を見た瞬間に、え、言いそうだよね。そう思った。言ってるじゃない？言いそう、言ってるかも。割とちゃんと代わりにやった。あ、に似すぎってコメントたくさん来てるって、うん、いいっす。やっぱ上手なんだ。めちゃ卒業するんで、私も初志貫徹チコリータに、うん、踊って初志貫徹頑張りたいなって思いますね。すごい、初志貫徹って言葉を知ってるのがすごい、うん、え、それはね、知らない、知らないよね。ごめんね、じゃあ学びました。うん、まあ、そんな感じの意味です。すごい。ということで、じゃあ私もインプットしよう。ラストはい、歌ってくれるのはキラリー。はい。あ、すごい、入ってる入ってる入ってる。はい、私の今年の目標を発表します。キラリかな。こちらです。100万ボルト。やっぱり愛ってすっごく大事だと思うんですね。で、私は普段皆さんに愛をすごく伝えてるんですよ。だけどなんか知らないけど圧ってすっごい言われるんですよ。だけど私は圧って言われることがもうなんか別に嫌だとは思ってなくて、なので今年は圧を100万ボルトにして皆さんに愛を伝えていきたいと思うんですけど、皆さん大丈夫そうですか？受け止める準備できてますか？大丈夫そうってよく言う。大丈夫そう。ちょっと私の気持ちちゃんと受け取ってね。いいですか？ということで以上、ありがとうございました。でかい。これはすごいわ。これはもうね、わかりました。鈴木さん、鈴木とみちゃん。大丈夫です。もうすぐ分かったよ。すごいね。すごい捉えてるわ。ペコリがもうとどめね。ペコリがとどめ。ペコリ、何なのペコリって。ね、人目がよくショールームで、ショールームで言うやつなんだ。そう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 。面白いね。すごい、でも誰でもできそう。うん、確かに。割とね、うん、こんな下手な私でもちゃんと伝わった。うん、でも分かったよ、すぐに。うん、やっぱね、何年も言いますから。そうですよ。まあ、なんかちょっと時間あるみたいなので、はい、急遽ですけど他のメンバーも考えていきますか。他のメンバー、うん、これは他の人書いた方がいいのかな。書かなくてもいいよ。あ、書かなくてもいいの？本当でも全然いい。あ、じゃあ行きます。お、あ、入ってる入ってる。今年の私の目標は充電の10っていう10っていう字なんですけど、私なんて言うんですかね、なんかわかんないですけど、充電できないんですよね。で、充電したくなって思って繋いでみると、あの充電されてなくって、で、去年告白したかなって思ったんですけど充電されてなくって、最後の年末ライブの時に充電できてない携帯をミレイちゃんと
ひーちゃんが充電してくれてました。なので今年も引き続き充電の10っていう字を目標にしたいと思います。はい、わかったわかったせーの、もえちゃん、もえちゃん正解です。もえちゃった、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 もえちゃった。え、もえちゃん、もえちゃんそんな感じかな。え、どういう喋り方するっけ。え、なんか、でも確かにな、え、なんかはよく言うね、確かに。うん、なんか言わない。何、あたしって言わない。言わないよ。今のところで入れ込むとこなくない。でも確かに急に私とみたいな。え、ななかない、もう一人。じゃ、わかった、行く。おお、かけられた。何、私の今年の何だったっけ。ちゃんと魔法もかけれるようになることです。なんか魔法かけられないじゃんとか言われるから、ちょっと今年は頑張りたいなって思います。めっちゃ似てる、めっちゃ似てる。え、めっちゃ似てたよ、本当に。これはすぐわかった。せーの、おみるちゃん。おみるちゃんねえ、え、めっちゃ似てた。本当に。うん。魔法。内容はちょっとそんなこと言うかって感じだけど。まあそれもみるちゃんっぽいね。確かに確かに。ももちゃんはないの？私誰にしようかな。ちょっと待って。今何言ったっけ。探します。今ね、5人言ったね。あ、じゃあ分かった、はい。なんて言うかな、なん、はい、私の、2023年の目標は、物を少なくするっていうので、すごい、よく、ゲームとかするんですけど、お家にいることが多いので、物を減らせるように頑張りたいと思います。一年よろしくお願いします。すごいな。どう？え？すごい。どう？やばい。本人いるかと思った、そこに。せーの、ミレーさん。いや、すごい。マジでやっぱ一番うまいわ、ミレイが。なんと、桃の手にかかれば。うん。なんでこなれるわ。この間さ、年末公演の時に桃が、ミレイちゃんの歌を真似、なんか歌う真似みたいのしてて、一番自信があるって言ってたじゃん。だから、なんだろう。いや、なんか歌だけじゃなくて喋り方も似てるんだなっていう今日の発見。え、めっちゃ似てた。やったー。喋り始めで分かっちゃったもん。うん、本当に？すっごい似てる。本人いた、本当に。口も真似してた。口元？口も真似してたでしょ。待って、それはちょっと意識はしてなかった。え、本当に？なんか全身でちょっとモノマネしてみた。もう。降りてなりきってたんだ、もう全身で。そうそう、かっこいい。はい、ということでね、最後の方はもう書き初めっていうね、趣旨関係なくやっちゃったんですけど、はい、はい、盛り上がったところで第144回、あっという間にエンディングになれます。早すぎすごい盛り上がったね。あっという間だったね。2023年最初にふさわしい回になったんじゃないかなと思います。はい、ということで、じゃあ告知に行きたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ私から行きます。はい、ズズン、イコノイジョイ衣装店が1月6日から1月10日、渋谷モディ
2階東京アニメセンターにて行われています。開催中です。こちらなんかすごい私たちのね、イコの以上の衣装がたくさん飾ってあったり、あとイコラベさんの衣装がちょっと切れちゃったりとかいう体験もあるみたいなので、ぜひね、チケットをお持ちの方は行ってみてください。はい、お願いします。お願いします。はい、で今日告知発表されたんですけれども、はい、はい、はい、見えますかね。はい、ノイミーステーション109号がギャオで配信がスタートします。こちらですね、火曜日の25時から配信されます。はい、ノイミーステーションというラジオ番組がもともとやらせていただいているんですけれども、はい、そのラジオが終わったらそのままの、うん、ノイミーステーションが始まるので、うん、ぜひ、はい、無料で見れます。誰でも、はい、無理で初回が1月の10日から始まりますので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。はい、ということで、じゃ私たちの4周年のコンサートが、3月31日東京国際フォーラムホール A にて開催されます。皆様速報を楽しみにしていてください。よろしくお願いしまーすお願いしまーす。はい、ということで、最後に最終ランキングトップ5を確認していきたいと思います。はい、それで第5位クッポンさん、ありがとうございます。クッポンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第4位チョウちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。第3位ヨリパイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第2位モエさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第1位はスカイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ノイミーノイムは毎週金曜日の19時から配信中です。配信を見逃さないために画面のハートマークを押してお気に入り登録をお願いします。そして来週と再来週はお休みになります。なので次回配信は27日になります。全メンバーは決まり次第お知らせしますので、はい、皆様お楽しみにしててください。はい、そして番組の感想はハッシュタグのいのいでツイートしてくださると嬉しいです。はい、それでは最後にこんな企画、のいみのメモメモメモ、次回配信でメンバーへ私たちからメモを残したいと思います。どうしますか？どうしよう、ね、何がいいかね。何だろう、まあ、今日盛り上がったので言うとモノマネとか確かにメンバーモノマネ、うん、うさぎ年なので、うん、今年ぴょんと飛び越えたいもの発表。いいんじゃない。いいじゃん、じゃあそれにしよう。飛び越えよう。ピョンつける。オッケー。はい、それでは、次回のメモは、語尾にピョンをつけて、今年乗り越えたいことを発表するということで。はい。はい。ということで、まあ、そう。じゃあ書いとくか、それ。書いとこうかな。ありがとう。書ける？書けるよ。ありがとう。ピョンと飛び越えたいもの。あります。そのまで、うん、何でも飛び越えたいもの、あります。今年飛び越えたいもの、国境飛び越えたいよ、私また。あ、何を？国境。あ、素敵。海外へまたみんなで行きたいね。え、行きたい。めちゃめちゃ行くか。え、ぴょんと行った。国境飛び越えよう、みんなで。ぴょんと。次どこかな？かなり飛ばないと越えられないから。みんな足にバネつけて。あ、かけました。
語尾にぴょんをつけて飛び越えたい目標を発表。おお、かわいい。今かわいいウサギになってる。かわいい回でしょ。いいね。皆様、本日はご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。今週のなゆみなゆみ終了になります。以上、なったいこあるみでした。またねー。ぴょんぴょん。